言った通りだろ。ふん。なんだか懐かしいな。そっか、サキさんはこの場所で。うん。でもなんでここにいたのかは覚えていないんだけどね。そういや、あの時大変だったよ。まさか一人で生かされるとは思ってなかった。でも一人じゃなかったんだろ。あ、水木が来てくれたんだ。あの時はちょっと事情が違ったけどね。気にすんなって。あの、朝日さんたちはカノンさんと何か話しましたか？話したような、話してないような。使えないわね。僕は覚えているよ。カノンはこう言ってた。妄想は一人でするものだ、自分だけの世界、それこそが妄想だって。ん？どういうことだ？どうもこうもまんまの意味じゃん。いや、違うんだ。ねえ、ここの妄想師もカノンだったのよね。うん、そうだよ。僕と朝日は間違いなくカノンを倒した。妄想の侵食も綺麗に消えたしな。それじゃあやっぱりカノンさんが妄想師さんですよね。ったく、どこのドイツが生んだんだよ。もしかして。どうしたんだ？それは。誰か来たっち。いいか、男女7人組だ。見つけ次第捕らえろ。管理局の連中ね。帰り討ちにしてやるわ。今見つかるのは都合が悪い。見つからないように抜け出すぞ。ふん、そのくらい分かってるわよ。なんとか外に出られたな。安心するのはまだ早い。やつらのことだ、すぐに追いかけてくるだろう。ここから逃げるにしてもこの人数じゃ目立っちゃいますね。そうだね、一旦解散しよう。集合場所は？明美さんにかくまってもらおう。あそこなら安心だな。たとえ捕まっても帰り討ちにしてやるわ。望むところだ。だからお前ら逃げるんだって。あれ、サキ。あ、朝日。お互い無事に逃げ切れたみたいだな。そうね、見た感じ誰も追ってきてないみたい。はあ、これで一安心だな。サキ。うん、そうね。どうした？なんか様子が変だぞ。悪いものでも食ったのか？ちょっと、私別に食いしん坊じゃないってば。ただなんだかこうして二人きりで話すのって久しぶりだなと思ってね。そういえばそうだな。オイラもいるっち。ちょっとピンク、そんな気軽に出てきちゃダメだって。ちなんだかこの感じも懐かしいな。うん、そうだね。サキと出会ったおかげでこんなことになっちゃったんだっけ。迷惑だったよね最初は。な、毎日毎日早起きさせられてさ。ごめん。大して早くなかったっち。ピンくん。ちでもさ、今は違うんだ。え？毎日いろいろあってゆっくり寝る時間もないけどさ、ニートをやってた頃より全然楽しいよ。ま、今もニートなんだけどさ。ちピンくんの出番ないから。ちだけどさ、先に出会っていろいろと変われたんだと思う。何を急に。だけど今こうしてここに戻ってこられたのも
朝日がいてくれたからなんだよ。なんか改めて言われると少し照れるな。そうだね。お前ら何してんだ。ヤマト、もうみんなついてるぞ。お前らで最後だ。さっさと入れよ。どうしたんだ。いや、なんでもない、なんでもないから。ほら、早く入りましょう、ね。ずいぶん遅かったじゃない。二人で何してたのかしら。なんもしてないって。若いって羨ましいね。でも皆さん無事でよかったです。なんとか逃げ切れたみたいだね。そうだ。おい相原、さっき何を言いかけてたんだ。そっか、そうだったね。朝日は分かったかな。え、俺？もしかしたらリア、分かったかもしれません。お、賢いじゃねえか。前にカノンさんが言ってたんです。妄想は無限の可能性だって。あ、そういうことか。もしかして気づいたのかしら。だからつまり、なんて説明すればいいんだ。もう、まったく。いいわ、ここは私が説明する。ごめんなさい。私たちはね、大きな勘違いをしていたのよ。カノンは誰かの生んだ妄想だと思ってた。それが大きな勘違いだったの。だけど、こう考えると辻褄が合うの。カノンという妄想の存在が、カノンという妄想を見続けていたってね。やっぱり、その答えに行き着くよね。リュウもそう思います。妄想は無限、それがカノン。そう、妄想は無限に続くの。カノンがカノンを生み、そしてまたカノンを生む。だからこそ、今日が無限に繰り返されたってことなのかな。なるほど。でも、なんでカノンは自分を。きっと、存在し続けるためじゃないかな。カノンさんは妄想の存在だから、いつかは消える運命にあるんですよね。妄想の存在だからこそ永遠を願った。それがカノンだっていうのか。いつか消えてしまう、それは目を背けたくなる現実ね。そして永遠に存在し続ける、それが手を伸ばしても届かない理想だとしたら。現実と理想、その隙間を埋めることができる、それが妄想。おい、何の話だ。何の話って、俺たちがカノンから聞いた話だけど。そうか、そういうことか。おい、何一人で納得してんだよ。カノンがカノンを生む、確かにその考えは筋が通っている。それじゃあやっぱり。だが俺たちはさらなる勘違いをしていたんだ。いや、思い込みというべきかもしれない。え？カノンはカノンであってカノンじゃないんだ。難しいこと言ってんなよ。俺は真面目に言ってる。どういうことなんでしょうか。おい朝日、お前はカノンからなんて言われたんだ。妄想は一人でするものだ、自分だけの世界、それこそが妄想だって。ヤマト、お前はカノンの言葉を覚えてるか。確か妄想は人間にのみ与えられた娯楽だっけ。ああ、よく覚えてたな。金もかからない、場所も選ばないエンタメだとよ。もしかして。ああ、だからカノンはカノンであってカノンじゃないんだ。だからどういうことだよ。僕たちが出会ったカノンは、それぞれ思想が異なるんだよ。妄想を娯楽だと言い切ったカノンに、現実と妄想の隙間を埋める存在だと言ったカノン、そして妄想は一人でするものとも言ったカノン。カノンは
それぞれ異なる思想を持った別々の存在だってことなのか。ご名答。見ての通り様々なカノンが存在するってことだ。気楽なやつもいれば深刻なやつもいる。10人のカノンがいれば10通りのカノンがいるんだよ。だからそれがどうかしたのかよ。もし管理局に歯向かうカノンがいたら。管理局にとって不都合な存在だ。だから管理局のやつらは不都合なカノンを消して回ってたんだ。だがもし管理局に手を貸すカノンがいたら。管理局にとって好都合な存在だ。そんなカノンが一人くらいいても何らおかしな話じゃねえってことだよ。はっ、そういうことか。カノンがカノンを生み、そして妄想が無限に生まれ続ける。その副作用として無限に繰り返し続ける今日、この状況管理局にとっては好都合だ。カノンを止めるには管理局の狙いを暴く必要がありそうだな。行こう、管理局へ。お前、分かってんのか。相手は国家権力だ。それ以外に方法はないんだろ。そりゃそうだ。警告状なんてとっくにやつざいたわよ。私も家に忘れてきちゃった。リウマ、皆さんと一緒なら本拠地に忍び込んでやろうぜ。分かった、連れてってやる。だがちゃんと自分の身は自分で守れよ。でも一体どこに。裏側だよ、この秋葉原の。もしよかったら僕の相談に乗っていただけませんか。え、急にどうした。だってイケメンさんだったから。おお、君は見る目があるな。俺でよければ相談に乗ってやろう。いえ違います、あなたじゃなくて隣の方です。あ、隣のって。ん、僕のこと。はい、折り入った相談があるんです。どうか話を聞いていただけませんか。俺じゃなかった。そっか、なるほど。好きな子に告白するためにおしゃれしたいんだね。だけど僕そういうの疎くて。ま、適当に頑張れ。もう朝日、相談に乗るって言ったの朝日だからね。雑誌で読んだことあるんです。男は髪型で雰囲気イケメンになれる。だったらウィッグでも買ってくるか。秋葉原なら売ってるだろ。よし、それじゃあ探しに行こっか。本当ですか。だって相談に乗るって言っちまったしさ。ありがとうございます。それじゃあ裏通りのソルジャーズゾーンだな。あそこなら種類も豊富だろ。ここで売ってるんだよね。それじゃあ買ってこようか。なかなかかっこいいの買えたな。うん、これなら大丈夫じゃないかな。だけど水木、どうして彼のお願いを聞いたんだ。相談に乗るって言ったの
朝日だよ。それに理不尽なお願いには慣れてるからね。理不尽なお願い？ニートの幼馴染に早売りの週刊誌を届けさせられたりさ。それって冗談だよ。それじゃあ彼のところに戻ろっか。アパレルショップっち、オイラ用も売ってるっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけ。はい、これウィッグを買ってきたよ。ありがとうございます。よかったな。だけど僕プラモデルは全部のパーツを作ってから最後に組み立てるタイプなんだ。え、他にも欲しいものがあるってことだろ。はい。なるほど、そういう意味か。それじゃあ次は何が欲しいのかな。何が欲しいかわからないんです。朝日みたいだね。欲しいのに欲しいものがわからないって。いや、朝、あの時は必死で。まあ、気持ちは伝わってたよ。だって朝日らしかったもん。それじゃあさ、メガネをかけてみたりするのはどうかな。メガネですか。ちょっとオタクっぽい気がしますけど。ううん、そんなことないよ。最近はね、おしゃれメガネも流行ってるんだから。それじゃエトリだな。電気外口へ向かうとするか。パソコンを強化しろっち。オイラを守り抜くため。どれか欲しっち。二つ名を名乗るっち。それじゃあメガネを選ぼっか。よかったな、いいの見つかって。うん、これなら彼に似合うんじゃないかな。ていうかさ、ちゃっかり自分のも買ってなかったか。うん、買ったけど。やっぱり今でも家だとメガネなのか。コンタクトレンズは疲れるからね。それに本を読みながら寝ちゃうこともあるしさ。そういうところ抜けてるよな。そういう朝日こそ、一時期はメガネかけてなかった。それもフレームなしのインテリ伊達メガネ。だ、思い出さないでくれ。なんでかけてたんだっけ。ああ、頭がよく見えると思って。そうだったね。それじゃ、メガネを届けに戻ろっか。はい、メガネも買ってきたよ。ありがとうございます。でも次は何が欲しいの。何がいいのかな。告白したいんだよね。だったらスーツでビシッと決めるのはどうかな。わあ、それいいですね。いや、スーツはねえだろ。どうしたの、朝日。ああ、いや、なんでもない。スーツなら中央通りの紳士服の秋尾かな。アパレルショップ。スーツはアレルギーが出る。ほら、ちゃんと選ばないとだよ。手頃でかっこいいのが買えたね。あー、やっぱり外の空気は美味しいだな。もう何それ。朝日だっていつかはスーツを着るんだよ。そういう話はやめよう。だけど
スーツはやりすぎじゃないか？ただの告白なのに。そうかな。前に聞いたことがあるんだけど。団長、グラマラス団員のあかりちゃんから提案です。ます、ほう、言ってみれば。自警団の制服をリニューアルしたい気分です。ます、リニューアル。お姉ちゃんね、最近 OL ドラマにハマってるの。だからスーツが着たいんだって。団長も似合うと思うです。ます、スーツ姿の男の人かっこいいであります。だが本当にいいのか。私がスーツを着たらモテすぎてしまうぞ。男のスーツ姿はかっこいいって。はあ、団長の自信は一体どこから湧いてくるんだよ。ま、ジャケットだけでも使えるだろう。ほら、届けに行ってやろうぜ。服が売ってるっち、オイラもおしゃれするっち。はい、スーツだよ。わわわわ、ありがとうございます。だけど、告白するときはジャケットだけにした方がいいかも。参考になりました。本当にありがとうございます。あ、そうだ。もしよかったらアドレスを教えてもらえないかな。え、いいですけど。僕でよかったらいつでも相談に乗るからね。明日、水木から連絡するつもりか？うん、そうしようと思う。もしかしたら返事は来ないかもしれないけど。どうしてそこまでするんだ。さっき朝日は僕にこう聞いたよね。どうして彼のお願いを聞いたんだって。本当はね、彼のこと少し放っておけなかったんだ。彼は踏み出したいのに踏み出せずにいる。だから背中を押してあげたい。だって彼は言葉にできたんだ。きっと勇気を出して話しかけてくれたんだと思う。そういうことか。僕はずっと言葉にできなかった。だけどね、これからは頑張っていこうと思う。僕なりに。だけどね。上書きに気をつけろっち。